今回はね、ミミッキも強化されたということで、ミミッキ触っていこうか。まずはね、シャドウクローが強化されて、HP の回復量が 20% ね、増加したね。で、チャレツクは、チャレツクの強化内容は、減速効果が 20% から 30% に上がって、で、次、影打ちだね。影打ちは、影打ちね、技の待ち時間が9秒から8秒まで短くなってるね。で、影打ちプラスになるとそもそも技の待ち時間が8秒になるんだけど、で、それがね、8秒から7秒になるっていう強化来てるね。これでかいね。砂利影結構、もともと強かったもんな。またあれなんだよな。いいよ、エナジーって。あと上げていいかな、全部。そうだよね。そう。で、今回ね、影打ちシャドウクロでやっていこうと思うんだけど、なかなか、影打ちシャドウクロか。シャドウクロを使う機会あんまなかったからね。影打ちシャドウクロで今回、やっていこうと思うんだけど、ちょっと、ドラパの攻撃が結構痛い。ちょっとだるいね。なんか、行って、スッて行って。あぶねえ!バカめ。ドードリも死んじゃった。そうで、今回持ち物で力の鉢巻きに、結構痛いんだけど。いけ、ケツマロ!ナイスケツ!さすがケツマロ。サナイトやばい、サナイトやばい、サナイトやばい、サナイトやばい。サナイトに狙われてる気がする、非常に。非常にまずい。頑張れ、ナイス、いいよ。これサナイトここ超強くないね。いなくね、サナイト。いや、いたわ。もうずるい、それマジで。で、シャドクロがあれば、シャドクロがあれば回復しながら殴り合えるから、オッケーオッケー。持ち物力の鉢巻きに猛攻ダンベルに、鋭い爪っていう感じでやっていこうと思うんで、そんな感じでやっていこうかな。結構回復量ね、多いと思う。そう、結構回復できるんだよな、シャドウクローでな。そうなんだよな。殴っていいっても良さそうだよな、これな。そのままな、来るかな。来たらもうがっつりで、ちょ、厳しいかな、これ。うわ、惜しい。惜しい。まあでも、1対2とか相手のゴール内で普通はやっちゃダメだからね。ちょ、ダクマとドラパだからな。ドラメシアか。だからいけるかなと思ったんだけど。それが死んじゃったからあれだね、よし、完璧。いいよ。俺にキルくれよ、それ。グピ。痛い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 けど。よし、完璧。よし、よし、よし、いいぞ。で、これはね、ウーラを倒すよりも先にダンベル積みたいし、ダンベル積みたい。はい、飛んで、よし、完璧。いいよ。ちょっと待てよ、回復したい。シャドクロで、シャドクロで回復しよう。いいよ。シャドクロが結構ね、回復できるんだよな。なんか使用感、これアサシンできるようになったガブリアスとか、そっち系な匂いがするな。なんか通常攻撃が早いキャラと貸すよね。こっちの使用感はね。これいいよね、なかなか。これどうしよっか。守れたりした方がいいかな。いや、これみんな下レーンにいるんだったら、これぶち割ったりとか。だるいな、食らっちまったな。そう、なんかぶち割りに行くか、上レーン残るんだったらぶち割りに行くか、それとも、レジ歴殴るかどっちかにした方がいいんだよな。当たった。全然いいよ。てめえ、マジで。さっきからよ。チク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 。国戦決めてきやがって、マジで許せねえよな。23いける。来た来た来た、よし。飛んでいいよ。飛んでいいよ。完璧。飛んでいいよ。で、ユナイト、ユナイト、ユナイト。くっそー。ユナイト吐きたかった。3連キル見えたのにな。鍵打ち使うときにね、なんかもう俺、思ったんだけどさ、もう壁から当てたら気持ちいいけどな、これ狙いすぎてもね、マジミスるんだよな。だからもう、最低限でいい気がするんだよな。そう、ミスんないようにね、一番、あ、エナジー持ってねえや、俺。あ敵のこと見すぎてさ、サナイト、サナイト狙いたい。
ちょっとサーナイト狙いたいんだけど、エナジー落ちてないし、もう最悪何もしてない、もう今回。何もしてない。そう、鍵打ち。鍵打ちね、これ壁から当てようとするとすげえ神経使うんだよな。だから、こう、奥の手って感じで使って、普段はね、もう普通にこれで、まあ、位置取り、アサシンの位置取りしておきながら、まあ、ちょっと普通に当てるぐらいがちょうどいい気がするんだよな。で、なんかチャンスが来たらもう壁からね、壁伝いに気持ちいいムーブかますのもね、全然ありと思うんだけど、当てれないの結構良くないもんな。よし。飛んでいいよ。何？はい、捕まえたこれユナイト技ちょっと使わせて。飛んでいいよ。はい、いいね。鍵打ちが速攻短くなるもんな。カビゴに飛ぶのあんまり、でもカビゴに飛んで逃げるっていう選択肢もあるわけで。痛い、それは。星の怒りボンバイだね。許せないね。でも本当にね、アサシンはね、カビゴンに絡むのは本当よく、ダメなんだよな。気が3落ちとかしてたらいいと思うけどね。でも、よほどのことがない限りは。マジであんま良くないんだよな。これもさ、俺上レーン残ってさ、あれで野生狩りしながら、自力の処理すれば、いい気がする。メダルとか茶色メダルって言ったよな、俺もな。言ったよな。ちょっと撤退戦？あ、いや。勝ってんのか。カビゴン大豆だけなのか。強い。まあでもいっか。レベル上げしょ。ミミッキーのユナイトな。ちょっと使いどころ結構難しかったりするよな。まあでもアサシンムーブからの、やばいやつに打つがちょうどいい気がする。ウラオスが来てる気がする。ウラオスどこにいる？あ、そう、あいつか。何してんのあいつ。ね、当たった。え、やめて。ちょい、きついきつすぎるこんなとこに飛んじゃダメだろ、マジで。きつすぎるって、それは苦しすぎた、今のは。本当に苦しかった、今のは。そういう予定じゃなかったんだけどな、普通に。あと野生モンスター買っても鍵打ちの、ま、そう、鍵打ちってキルしたらさ、技の待ち時間短くなるけどさ、野生モンスター買っても短くなるのはいいことだよな、すごくな。まあ、あともおとなしくしながらでいい気がするな。もうユナイト技覚えてるから、もうこれ以上、あれしなくていいもんな。で、地味にこれね、あれなんだよな、あの、あと少しなんだよな、あれ。まあ、でも、これあれだね。一旦お、ユナイト入った。いいね。いいね。そう、これね、射程、今は短いけどね、なんかあれなんだよな。なんか、草むらに入ったら伸びる気がするんだよな。なんかね、ちょっと伸びるよね。これあれだよね、鹿丸っぽくていいよね。ちょっと伸びてる気がするんだよな。ほら、って。だからこう、酔うんだよな、本当に。酔うからね。で、壁からこう、奇襲仕掛けようとすると、神経使うからもういい。普通に、アサシンのポジショニングしといて、これで決めに行く。ちょっとロードリーがさっきから一人でやられてる気がするんだよな。ちょっとまずいよね、これ、ね、結構ね。いた。よし、完璧。アサシンムで決めといて、あとはこいつかな、あとは。はい、飛んでいいよ。いいね。で、カビゴンちょっと止めてくわ、俺。はい、飛んで。バカ！危ねえ！ウラオスがいる、どっかに。どっかにウラオスがいる。まあ、でもこれゴール殴んなくていいな、これな。あの、ゴールの数がね、相手が3つ残ってたら俺殴ってたと思うけど、4-3 だったら殴ってたと思うけど、4-2 だから今、殴んなくてもいいね。え、ドードリーが死んじゃう。大丈夫かな。これ下レーンとかちゃんと守った方が良さそうだな。いや、こういう試合結構むずいんだよな。下レーン見た方がいい時もあるしな。ただ結構今回の、よかった気がする。ちょっとやばいね。いや、これちょっと良くない感じになってる気がすんな。ドラパに飛びたいけど。ラッシュしてきてんな、もうこれも。いやー、無理だ、取れねえ。いや、なんか、もったいないよな、さっきの試合はな。すごいな。でもね、ノラだとね、
難しいんだよな、レックザを取らない展開って。そう、難しいわけよな。ああいうことは怒っちゃうよな。もう仕方ないんだよな。まあ気を取り直して頑張っていこうぜ。今回中央だからね、シャドクロ5レベルで覚えたら結構いけそうだ。なんか5レベルで割と戦える技を覚えるやつはな、中央行ってもなんか仕事はできるよな。これどうしよっかな。カルボー、マンムーの方かな。マンムーの方行って育ててあげたいな。日進化だしな。痛い。でもシャドクロね、めっちゃ回復できたね。結構継戦能力高くていいんだよ。シャドクロ覚えていいね。なんかもうなってるもんな、ニーフィアにな。ただゾロワークがピクシーがピクシーがゾロワークの餌になっちゃった。ゾロワーク、ここの段階のゾロワークやばいもんな。本当に完全にプレデターだからね。マジプレデターなんだよな。ナイス、それ最高かも。来るかな、あと一発。よし完璧、いいよ。22しっかりと決めといて。絶対ゾロワークじゃん。もう分かった。ヤジロンがここまで来るわけないもんな。怖すぎる怖すぎる。いや、あいつが悟空なら俺ここじゃあここもらおう。惜しいぞ。中央レーンと下レーンがなんか角打ち取っていいよ、角打ち取っていいよ。まだか、よっしゃ。戦えると思うんだよこれ結構。そう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 、いいね。シャドウクロウね、継戦能力が高いからな。一発の火力はそんなにあるかどうかは分かんないけど、シャドウクロの技の回転率が結構高いもんな。ナイス、いいよ。鍵打ち打っといてしっかり。敵かと思ったらびっくりした。ちょっとこれでも押すの難しそうなんだよ。6回も積んだら結構熱いなこれな。6回積めたらマジ熱いからな。あとヘマしないようにだな。ちゃんと鍵打ち当てれるかどうかだいぶ決まるからね。これゾロワーク来そうで怖いんだよな。やっぱいるよねゾロワークはね。ヤドランに打ったらダメなんだよな。そう、絶対飛んだらもうあれ死の片道切符だからもうダメなんだよ。ヤドラに飛んじゃったら。植えれんのが楽しそうだな。キューコンがいい。いやでもダメだな、ハッサムいるからな。気をつけた方がいいね。さあ9レベルにはなってて、下レーンの俺たちは結構育ってるから。来た、ゾロワークに飛んだ、いいよ。来た、お前技ミスったよな今な。オッケーオッケー、ゾロワークさえ倒してしまえばナイス、いいよ。あと鍵打ちしっかりともう使って、こいつはカモにした。こいつはユナイト打って、ユナイト打てなかった。まあまあいいや、いいやゴール内結構ナイス、いいよ。ここぶち割っとかないとな。次のなんだろう、オブジェクト戦でフェアな勝負できないもんな。ユナイト抱え落ちしたのはマジ良くないな。これ下レーン結構まずいから、これみんなにマジで言ってほしかったんだけど。ゾロワーク捕まえて、これ絶対倒す、ゾロワークは絶対倒す。よしよしよし、ハッサム持ってった。ハッサム持ってったよ、いいよ。いや、意外といけてるね、なかなかね。まぁ、ちょっとやられちゃってるけど、これはでも、ここで2キルできたのは、結構美味しいよ。1-2交換だもんな。俺だけで言ったらな。やっぱチームの勝利よりやっぱ自分のゴールだよね、やっぱな。エゴイスト精神で行くんだったらな。大事だからエゴイスト精神。そろそろキューコンとか仕留めないとな。調子こいてるね、マジで。ここら辺じゃね、来た。うわ、もうだるすぎ。めっちゃいる。めっちゃいる。なんでそんな集団戦できんのね。あ、ただ、ニーフィアのユナイトから、
まあ、苦しいか。ハッサムが多分ね、ちょっときついと思うんだよな。結構。ハッサムにニンフィアとかね、やられてた気がするよね。ハッサムあれだもんな、結構、なんて言うんだろう。殴り合い結構強いもんな。そうなんだよな。でヤドランとかに絡むのは絶対ダメなんだよな、ね、これ入り方とかマジ気をつけないと普通に死ぬんだよな、ね、こうやって死ぬんだよな、ミスるとな。来た、捕まえろ。よしよしよし、一旦これで飛んで一瞬の火力で潰しておいて、ゾロアクは、ゾロアクやった、ゾロアクじゃねえ、ゼラオラか。まあいいや、一旦これあれしよう。まあでも1キルして生き残ってるだけでもクソ強いんだけどね、もうね。だいぶ、熱いんだけどね。ナイス、いいよ。これ決めてえな、無理か。いるもんな、苦しいな。ちゃんと守りに来てんの偉えな。いや、この鍵打ちね、ゼラオラに当てれてたらな、だいぶ熱かったんだけどな。こいつ、もしかしてエンバペ？エンベルだったもん。エンバペじゃないわ。エンベルだわ。鍵打ちで飛んでいくのちょっと楽しいな。クソ楽しいな。ユナイトザで狙うとしたらやっぱやばいやつな。キューコンとかも結構なんか前出てきてくれるからね。キューコンちゃんと仕留めなきゃいけないね。これで。ユナイトザもう吐けねえからこれちょっと。ユナイト終わってから飛んで。行こうかな。キューコン飛べるけどこれ多分だ。よし完璧、いいね。オッケー、いいよいいよいいよ。浮いてるやつしっかりとね、やっぱやっていくのが大事だよな。ヤドランこれね、ヤドランはねやめた方がいいと思う。倒す時間がかかるとね来ちゃうもんね、敵が寄ってきちゃうから。楽しいな、シャドクロ楽しいな。継戦能力あったらこっちもな。飛んで、いいよ。マジか。よし、完璧、いいよ。いいよ。ちょっと鍵打ち今回、焦らずに当たれてるのいいような。なんかシャドウクロウでキルしたらさ、めっちゃ回復戦ね、これ鍵打ちの効果これ分かんないけどめっちゃ回復する気がする。あと中央寄ろうぜ。14レベルだから今回結構いいよ。キューコンだな、まずラッシュしてこんと思うよな。あ、完璧、よし。ラッシュはしてこないからこれ耐えてもらっといて、いいよ。で、鍵打ちっていいよ。ユナイト打っといて。うわ、硬すぎクソ硬え。あとちょっとだったんだけどな。今のはちょっと戦わないとダメ。ちゃんとぶつかり合うところだもんな、ちゃんとな。クソ硬かったな。うわ、今回俺たちの編成。やばいね。エゴイストしかいないね。いいね。今日ね、結構試合負けてると思うんだけど、え、俺上レイン行くって言わんかったっけ。ちょっとねー、まあいっか、ちょっと遅くなるの大変なんだよな。これはもうちょっと猛攻ダンベルがっつり積みに行こうかな、せっかくだしな。深まるとかも猛攻なのかな。オッケーオッケー、結構時間ができたからもうしっかりここも引いていこう。もう本当にさ許せない、マジで本当に。そう、結構今日ね、キルはできてるんだよな。いっぱいね。いいね、それはね。なんか、やっぱ、試合負けても自分が得点取ってればいいみたいな、それエゴイストな考えって、やっぱ、精神衛生しっかり、結構保てるね。エゴイスト精神って自分を保つことができるね。ナイス、いいよ。ヤドランじゃなくて俺あっち殴りたかったんできれば。ナイス、いいねー、いいっすねー。
これマジ無理、ゾロアカマジ無理。でもこっち来るよな、そうだよな。ナイス、いいね。アブソルね、結構アブソルも強化きてたんだかね。アブソルもね強いんだよな。なんか機動力が高いやつに対してアブソルは強いよね。やわいやつ全般にも強いけど、狙いに行きやすいんだよな、背面狩りで。おいった、あいつちょっとキルしたいけどな。まあ無理か、仕方ない。なんか木の実食っちゃったんだよ途中で。ゾロアクいないそこらへん中央中央取り合ってる。なんか不思議花最初ね中央行くって言ってたんだよな。あいつエゴイストだからね、こいつエゴイストだから中央行きたかったんだけど、中央っていうかあそこ行きたかったんだけど、多分ゾロアクがいて餌にされるだけなんで。一旦ちょっとこれ、あまた買いたくねえな。ヤドラン殴ってるしな。違うんだよな。なんかそこら辺いなかった。得点王、得点王エースに人徳がないよね、あんまりね。いや、これ言っても多分ダメだわ。きついわ。得点王エース大丈夫それ。それ多分やられるだけだと思うよ、それ俺。ねえへえ。やられるだけだよそれ。取れないか。じゃあエースやばいわ。得点王エースかなり、あいつエゴイストだ、かなり。うわー、レベル高い。でも止めれないよあれも。止めらんないよあれも、マジで。レベル上げしよっか。マジでレベル上げしよう。そうしよう。仕方ない。今日の動画3連敗を確保しなきゃいけないね、今日の動画ね。試合内容そんな悪くなかった気がするんだよ。いや、自分の動きか。あ、そんなに、ちゃんとキルできてたと思うしね。さすが得点王エースだな。いやー、早。ちょ、苦しい。ユナイト技も覚えたいしね。ユナイト技覚えるの結構大事なんだよな。アサシンムーブもこれ難しいだろうね、普通に。飛んだら死にそう、普通にこれ。痛え。なんかね、こう人数不利の時の、なんか負けてる時の陰口って、使いづれえよな。なんかこう、敵に飛ぼうとしたらさ、飛んだ先って大体敵がめっちゃいるよね。そんなことない。あ、いいよ。いや、マジ機動力高いわ。やばすぎ。ワンコ様が止めれない。ワンコ様が止めれない。お前、ソーラービームじゃないのか。なんだならあいつの片方の技。得点王エースの。ソラビじゃないのかな。ソラビじゃないのか。来た。よし、完璧。よしよしよし、いいよ。で、あとはシャドクロで。うわ、ユナイトしたかったな。ナイス、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。もうこうやってキル回収するしかないよね、こうやってね。全力でね。頑張れ、アブソル。惜しい。ピカチュウがね。ピカチュウがマジで本当に厄介なんだよな。中国、いや、マリルリに。ま、こういう試合ってマジで5人で揃わなくなるからね、ほんとにね。仕方ないんだよな。マジで揃えなくなる5人で。こういう試合って。もう仕方ない気がする、それは。得点王エース。ソラビーだよね、やっぱソラビーだよね。あとはレジエレキ処理ってだよな。こういう負けてる時の試合は、なんかあれだよな、ユナイト技強いやつだと結構まくれたりするんだけどね。なんか、ピカチュウのユナイトとかね、範囲攻撃だし、一人絶対に格殺できるような感じの立ち回りが多分。うわぁ、無理だったか。無理だったか。
トルワークな仕留めたかったんだけど、中国でも諦めてないんだよなみんな。なや、今回俺たち火力どうなんだろうな。バランスタイプがめちゃくちゃ多いって感じだよな。なんかな、ちょっとこれ上レーンだけマジ集合したいな。マリルリ来てくれっかな。マリルリきた。これこいつだけでマジで持っていきたい。ナイス、いいよ。やばい、死ぬ。あぶねえ。ゴールが壊れてるから回復できないのか俺。マジであぶねえ。倒せるよねさすがに。これだよね。いいよ。とりあえず13レベルぐらいまで持っていきたいね。そうだね、最低限。でも今回の試合じゃれつくでも結構きつそうだよなだって何のキャラでも今回の試合きつそうだよな。本当に負けてて、なんかもうチームがみんなバラバラになってる時って、そう、集団戦ができない時だね。もうどうしようもないんだよな本当に。あとはミライドンのユナイトとかもね、いいね。あいつも集団にぶち込めるからな。集団にぶち込めるユナイト技がやっぱあるとまくりやすかったりするんだけど、ウのユナイトもそうか。ちょっとまずいね。なんか一人ずつ突っ込んでいってる。もうもう一旦引こうぜ。一旦マジで引こうぜ。一旦落ち着きプレイしよう。リクザ殴ってきてはないからな。ちょっとアブソル集合しようぜ。18決めてもちょっときついからな。来た、いいよ。で倒しといて、やった、倒した、ナイス、いいよ。完璧すぎる。誰が取ってる不思議なのが取ったのそれどうだろう、エナジー足りるかな。あっちにエナジーがめっちゃ落ちてるから、それをぶち込めばいけそうだな。多分まだ足りてない。うん、そうだよね。どうやっていこう。端っこからいってみる。端からしっかりと。みんな撤退して、みんな。端からしっかり決めていくから、こうやって。いた。どうしよう、これ。ヤドランがいるもんな。でもヤドランの方に行かれたら多分行った方がいい気がするんだよな、これ。普通に。26秒でしょ？いいよ。多分油断してる。来た、いけ、来た来た、よし、ナイスナイス、いいよナイス、いいよ。気持ちいい、今の決めたの。これで勝ってたらマジで熱い。どうだ、まさかのラストヒットを不思議花が取るっていう。エゴイストだって、やっぱ得点王エース、お前がナンバーワンかもしれない注目ピン打ってくる味方に結果で分からせるうわー、よっしゃ結果で分からせに来たね、こいつねいいね